皆さんこんにちは。 TRA 石川ゆのです。私が皆さんにご紹介するのはウィムジカルタロット、直訳すると気まぐれタロットというような意味になります。皆さんがよく知っている物語や童謡などがモチーフとなったカードですので、カードの意味と合わせてこんなお話あったななんて楽しんでいただけたら嬉しいです。それでは早速今日も1枚ご紹介しましょう。今日ご紹介するカードはハーミット、隠者のカードです。このカードに描かれているのは眠る子供、そして窓枠に立っているおじいさん。左手に箱を持っていて、右手から流れ出ているように見えるのは砂です。このカードのモチーフはドイツなどヨーロッパ諸国の民間伝承に登場する眠りの妖精サンドマンです。ここでサンドマンについてご紹介しますね。サンドマンは英語読みですが、このように表記されジャントマンと呼ばれることが多いようです。日本語に訳すと砂男になりますね。ジャントマンは姿の見えない妖精とされていますが、砂の入った大きな袋を背負った気の優しそうな老人の姿をしていると言われています。ジャントマンが背負っている袋の中には眠気を誘う魔法の砂が詰まっています。この魔法の砂を目の中にかけられた人は目が開けられなくなり、眠らずにはいられなくなってしまうというのです。抵抗しようとしてもジャントマンがまぶたの上に座り込んで無理やり目を閉じさせるそうです。古くからドイツでは夜更かしをする子供にジャントマンがやってくるぞと脅して寝かしつける習慣があるんだそうですよ。言うことを聞かないと鬼が来るぞ、いや今の日本では言うことを聞かないと鬼から電話がかかってくるぞというのと同じような位置づけなんでしょうね。実はジャントマン砂男として日本の有名アニメでも登場していたりします。まずはアンパンマン。この砂男は純粋に砂男でジャントマンとはちょっと違います。そしてドラえもん。この砂男は砂男式催眠機といって人を眠くする催眠機シリーズのバリエーションの一つです。まさに人の目に砂をかけると眠くなるというジャントマンの伝承を再現したもので、砂袋を担いだ小さなロボットが強力催眠砂を人の目にかけて眠らせるというお話で登場したようですよ。ではもう少しカードを見ていきましょう。隠者とは一般社会との関係を断ち生活する人のことを言います。現在ではよ捨て人のような意味で使われることもありますが、宗教的な背景を持った隠者が多数知られることから、物事を極め社会にとらわれずにいる存在というイメージもあります。窓枠に立っているサンドマンは永遠の隠者です。自分以外がベッドに入っている時だけ現れます。誰も見たことも話したこともないけれど、小さい時からよく知っている存在です。彼は夜中にやってきて私たちを眠らせ、平和で創造的な夢の世界へと誘ってくれます。サンドマンは老いた魂であり、存在してきた時代の知恵を携えています。彼の真っ白で伸び放題になった髪とあごひげは文明社会から離れ、自らの内面と向き合って得られた成長を示しています。そして彼は星と月が散りばめられた
深い青色のローブを着ており、真夜中の空に対して完璧にカモフラージュして目に見えないようにしています。ベッドでは子供はぐっすりと気持ちよさそうに眠っています。どんなに忙しい毎日を送っていても、思い通りにならないことがあっても、夢の中では穏やかな時間を過ごせるよう魔法の粉で子供を守っているのです。このカードのキーワードは時間をかける。内なる自己を探検し、あなたが誰であるかを見つけるです。このカードから受け取るアドバイスです。忍者のカードを引いたら、いつもの毎日を一休みして内面を掘り下げてみましょう。休んでリラックスして、ゆっくりと時間をかけてください。日常から解放され、周りからの雑音もシャットアウトして、内なる声に耳を傾けましょう。少し夢を見ながら、目標を達成するためにクリエイティブに計画を立てましょう。さらに自分を見つめ直し、人生を整理して無関係な荷物を捨て去ります。内面を探求し、人生の断捨離を行うことは必ずしも楽しいものではないかもしれません。しかし、あなたが本当は誰であるのか、才能がどこにあるか、そしてこの人生での存在の目的を見つけるためには、それが不可欠なのです。それでは今日のまとめです。このような感じで順番に78枚のカードを紹介していきます。本日は石川里乃がお送りいたしました。